皆さんどうもこんにちは、ヒカクゲームズです。本日もウィルアプリ2020やっていきたいなと思うんですけど、本日はですね、毎週エージェント1920シーズン35節ウィーク49やっていきたいなと思っております。この企画はですね、プレミアリーグ1920シーズンと同じ38節を走り切る企画ということで、今35節なので残り3節なんですよね。はい、今回もですね、視聴者参加型ルールっていうのもやっていきますので、よかったら高評価をしていっていただけるとすごく嬉しいなと思います。で、まずはですね、前回の振り返りからやっていきましょうか。前回はですね、レジェンドスカットの方との対決ということで、すごく上手い方だったんですけど、なんとか引き分けに持ち込むことができましたね。なんだかんだ最近ずっと負けてはいないので、そういった意味では良かったのかなと思っております。はい、 AV 女優ばりの喘ぎ方ということで、グリーズマンハイタッチをしてもらえずということで、エースたるゆえ、やっぱケインね、さっき外すか迷ったのよ。リシャルリソンと変える、なんか新しい人との飲み会とかで馴染めてない自分をすごい思い出しましたね。ただその後のこのもずくさんのコメントね、はい、12分36秒ではあまり輪に入りきれないグリーズマンですが、14分40にはチームの中心にいるという2分間の熱い成長物語ということで、ラッキーな形だったが、これで煽っていく逆転だ。オッケー、グリーズマンしか勝たん、もうグリーズマンしか勝たん。はい、2分間で溶け込めてすごく良かったですね。はい、久々ヒカック見たけど面白くなかった、ちょっとはお世辞言いなさい。ヒカックさんに取り上げてもらうために何かしらいいコメントしようと思って、いいの浮かばずもどかしい日々というコメントを読んでいく日々。レグロヒカックスの選手たちが試合開始を待っているようです。クラブハウスに急ぎましょう。やべ、サボってんのバレちった。はい、ということで公式記録になるんですけど、まあ、いつも通りチーム内の得点とアシストですね。で、前回のコメントで脱退した選手が分かりにくいっていうコメントがあったので、はい、脱退した選手は青色にしておきました。まあ、なんだかんだでも半分ぐらいは残ってるなっていうのを改めて見て思いましたね。はい、今週もここに点でも多く積み上げられるように頑張っていきたいなと思っております。で、早速ですね、ガチャ補強をやっていきたいなと思うんですけど、前回引き分けで5回上限で、はい、今回5205件高評価ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しかったですね。はい、ということで今回もマックスの5回補強やっていきたいなと思っております。本当はさ、低い進化ルールとかもやりたかったけど、まあちょっとこの38節走り切る間に復活はさすがにできなそうですね。はい、ということで、じゃあどうしようかな。まあディフェンダーから引いていきましょうかね。いや、なんかさ、今ウイレアプリ氷河期って言われてるじゃないですか。でもなんかね、氷河期になんか興奮してる自分もいて、なんか今まで、あー金玉か、待って、これバイリーじゃない、多分バイリーだと思う。あー、バイリーか。前さ、待って、前に比較シーンにバイリーいたよね。いや、そうだよね。うわ、懐かしい。ここに来て昔の選手が帰ってくるの胸熱ですね。はい、バイリー、ヘランデル選手、フリント選手、ありがとうございます。なんかさ、こういう時だからこそ、なんか今までやってこなかったというか、なんか勝手に狭めてた自分の企画をチャレンジできるって考えるとすごいワクワクしていて、なんかいい機会にしたいなっていう風に思ってますね。サクルかっこいい。お、パリサンジェルマンの金玉。あ、誰だ。あ、ドラクスラーじゃないこれ。多分ドラクスラーだと思う。合ってるはず。誰。はい、おお、ドラクスラーはありだね。いや、これワンチャンっていうかフルチャン入れたいね。ユリアン・ドラクスラー選手ありがとうございます。そしてエミュール選手、アコスタ選手ありがとうございます。ドラクスラー絶対強いよね。適性広いし、能力、おお、ドリブル系高い、パスも高いで、あ、瞬発結構高いですね。で、コンディション程度5で、ダブルタッチ、あ、はい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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、2列目だしね。あ、これは全然入れんのありですね。はい、ありがとうございます。さあ、ミッドフィルダー次行きましょう。いや、めっちゃいいね。いやいやいや、楽しい楽しい。いや、こういう時だからこそやっぱりいい動画作りたいっすよね。いや、出てほしいな。黒玉も欲しい。来るか。おー、いいね。スペイン来るか。アイコニック来るか。来い。えーい、えー、21番は僕の誕生日。ルベン・ペレス選手、あ、オルブライトン選手だ。オルブライトン選手、ジェイムズ・レア・シリキ選手、ありがとうございます。一瞬顔がルカク。さあ、あとはフォワード2回ですね。フォワードね、まあフォワードはもう厳しいかな。まあでも、ワンチャンスはあるよね。ワンチャンはいつだってある。いつだって誰にだってチャンスはある。それを僕は今、ワンピースで教えてもらっている。来るか。来い。でも、これワンチャンっていうか、レアル・マドリードじゃない。レアル・マドリードじゃない。画面色ね。はい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 。いや、なんか元祖スパサブって感じしますよね。あ、そしてセルヒオ・レオン選手、ジョーダン・アユー。ジョーダン・アユーさ、あれ何回か出てきてる記憶あるけど、気のせいかな。はい、ありがとうございます。さあ、ラスト行きましょうか。さあ、FP 進化ルールはないので、泣いても笑っても今週のラストになります。気合い入れていきましょう。終わりに向けて旅立っていけるのか、比較ゲームズ。行くぞ。さあ、ヨーロッパいいね。来るか、頼むよ、イタリア。来い。おー、来い来い来い来た。あ、アレハンドロゴメス、アレハンドロゴメスじゃないこれ。うわ、来たー。黒
頭引いていく。いやでもゴメスか、迷うけどこれは入れるべきでしょ。いいね。そしてユヌス・エナル選手、間違えた、エナス・ユナル選手、アニオール選手。いや来たね、ここで黒玉。いやいやいや、ノリに乗ってるね。アレハンドロ・ゴメスはいいね。いやでも誰と変えようかな、それがすげえ迷いどころですね。はい、ありがとうございます。今週完璧な締め、ありがとうございます。はい、ということで今整理の方終わりましたので、まずはですね、選手発表したいんですけど、その前にちょっと育成やっていきます。はい、なんでかっていうとトレーナーがいっぱいなので、まずは育成の方やっていきますので、今週育成誰にするかというと、はい、僕決めてました。先週出た、はい、ラベッシ選手ですね。ラベッシをですね育成していきたいなと思っております。で、星子トレーナー実はボックスにあるんですけど、今回もですね、手前から受け取ったら星子トレーナー受け取れなかったので、星子トレーナー相当になるようにしっかり入れていきたいなと思います。ではいってらっしゃい。ということで、ラベッシ何レベまで上がるかな、ほぼちょうど10万経験値ぐらいなので、どうだろうな、まあ、レベマンになるか。はい、オゲイ、ラベッシレベマンになっていく、ありがとうございます。はい、オゲイって言って思ったけどさ、最近ブラックナイト山田さんって元気にしてるのかな。はい、急に思いましたね。はい、ということでちょっと順番前後してしまったんですけど、今週の加入選手、まあゴメスとですねドラクスラーはまあまあまあって感じだと思うんですけど、このエミュールって選手、僕実は初めて知ったんですけど、この選手めちゃんこ優秀だと思うんですよね。で、レベル上限がですね20歳と結構高くて、1レベルでドリブル数値やばくない？グラパもあるし、オフェンスセンスもそこそこ上がってくるし、スピード、瞬発、ボディコン、超レベル高いんだよね。で、これで根暗6で、スキルでですねダブルタッチ、エラシコ、足裏コントロール持ってるので、特殊ダブルタッチもできますし、スルーパスだったりとか根幹持ちなので、いやこれちょっと怪物クラスに強いんじゃないかなっていうところで、いやこのタイミングでもっと早く出会いたかったレベルの選手なんですけど、はい、こちらの3名をですね加入していきたいなと思っております。で、その代わりにですねいなくなるのが、まずはですね、ケパ選手。いやちょっと迷ったんですけど、はい、やっぱりですねレイナとノイヤーの壁は越えられないかなというところで、はい、黒玉なんですけどケッパ選手お別れしていきたいなと思います。で、あとはトナーリ選手ですね。はい、トナーリ選手もいい選手なんですけど、やっぱり DMF の位置で使いたい選手がたくさんいて、まあピケだったりとかヌディアイだったりとかトレイラーだったりとか、まあちょっと人数多かったので、はい、この辺りで調整していきたいなと思います。で、最後はベルナルデスキー選手ですね。いやベルナルデスキーには本当にお世話になりましたね。ただ今週はやっぱりすごくいい選手が多かったので、本当に苦渋の決断という形で、はい、乗り換えることにしました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、はい、このままですね、スタメンと日程表の発表していきたいなと思います。さあ、今週のスタメンはですね、これでいきましょうか。チームスピリット、なぜか96なんですけど、まあ、おそらくピケかな。ちょっと待って、ピケにさ、あれ使おうよ。ちょ、さすがにピケにポジション適正工場使おう。これはもうピケに今までのね、前もついてたから。ありがとう。よろしくお願いします。オーケー、チームスピリットもしっかり1上がっていくということで、ピケも完璧な状態になりましたので、このスカットで今週はですね同 TP 縛りということでやっていきたいなと思います。この後ツイッターで募集しますので、ツイッターをチェックしてみてください。レッツゴー。現在時刻深夜2時半でございます。本日もですね第35節やっていきたいなと思っております。ヒッカク FC さんですね。軍人さん、ヒッカク FC。 これはちょっと挑発されてる感じもあるけど、さあまずは調子見ていきましょう。ツートップ両方とも不調か。いやーどうしよっかな。じゃあちょっとケイン、いやーここちょっとアーランドに変えましょうか。はい、ではこれで行ってみたいなと思います。ジューレだけビンビンですね。はい、で試合時間だけ7分に設定して、まあもちろん夜のフレンドマッチに変えましょうか。でお相手さんのスカット見ていきましょう。ドン。はい、皆さん何かお気づきですよね。うん、もうヒカック FC なんだよなこれな。いやほぼミラーマッチですね。今さ守護神のところにさ、今週お別れしたケパがいてさ、あって気持ちになりましたね。これは面白い試合になりそうですね。よろしくお願いいたします。ヒカック FC 対ヒカック FC っていうのはなんかさ、中国版ミッキーみたいな名前ですからね。いや完全にもうね、本家ヒカック FC として中国版ヒカック FC 潰していきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。この前さ、スルーパスちょっと出しすぎない方がいいよねとか言った直後にスルーパス連発してて、自分で見ても恥ずかしくなったから、今日はちょっとスルーパスは少なめでいきたいなと思います。はい、スルーパスやってね、ろくなことないからね、ウイレ2020。さあゴロビンからダブタ、ダブタでかわせない。今回はかわしてないよ、今回はかわしてない。はい、クロスにパスしていく。さあなんか相手の名前が全員見たことある選手なんだよな。やべえやべえ、なんか楽しいな、これはこれで楽しい。長友選手来てるね。うちでは出てたっけ、今週出てるよね、出てるよね、左サイドにいるね。なんかさ、僕最近さ、
コロナでずっと家にいてみんなもそうだと思うんですけど、なんかちょっとさ、やっぱりなんていうんですかね、外出られないと悶々とするじゃないですか、ムラムラとするというか。だから最近僕やってるのはコロナ終わったら何しようかなってすごい考えてるコロナ、あ、やばい、待って、落ち着いて、 OKOK。 なんかさ、怪我した時にさ、怪我開けたら何々しようとか決めたりするじゃん。あとテスト期間とかさ、テスト終わったら何々しようみたいな、それと同じでコロナ終わったら何々しようってめっちゃ決めまくってますね。さあ落ち着いて、はい、前に入れて、こういうとこもね、焦らない、焦らないです、サイドに出す、 OK。 はい、いいよ、はいはい、いやー、臭いか、もったいないね今の。そうだから僕が今コロナ終わってやりたいことは、とにかく美味しいご飯を食べに行きたい、焼肉を食べに行きたい焼肉僕大好きなんだけど、ずっと我慢してんだよな、コロナになってから。 OK、 ハリケーン、OK、 よし、 OK。 さあクロース、OK、 ワンタッチで叩いて、おーっと、謎にケインに抜けていく、謎にケインに。ハーランドのとこは大丈夫、クロス上げてきそうだなこれ。ただここでカットしとく、よーしよ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 し。もうね、相手の癖は全部わかってるから、もう相手の癖もわかってるから全て止められるはず。さあクロス、ここも大丈夫、相手の癖わかってる。いや、ピケ危ねえ危ねえおい、ピケなんで自分の、うちのピケより活躍してるね。さあケイン、よーし、 OK。 さあハーランド、ハーランド、さあハーランド、ハーランド、いけるぞ、よし、さあ抜けた、ここだ、ハーランド頼むよ、絶対決めろ、絶対決めろ、落ち着け落ち着け落ち着け、今のは悲しかったけど、まあ、切り替えていかないといけない、人生切り替えが大事だ、人生辛い時だってある、ただその辛さを乗り越えて、そこをしっかり得点につなげていくのが比較的嬉しいだろう。 OK、 さあ長友選手の癖は分かっている、そこで必ずドリブルしてくる、さあ当たってここでパスしてくる、分かっていた、ヒメネス。さあもう昨日の敵は今日の友達、昨日の敵は今日の友達。サコロビンから前に出して、サケインから、はい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 、ハーランド、ハーランド、よし決めきった、いいねいいね。さあこういうパフォーマンスいこうか、さあハーランドのこういうパフォーマンスはどんなのだ、見せてくれ、さあ見せてくれ見せてくれ、めちゃめちゃ普通だし周り誰も寄ってこないやんけ。ここのね、ここをしっかりと、ケインからのハーランド、ここ決めきる力よ。さあクリアして、よし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 、一番いい時間帯に先制できましたね。はい、オッケー、しっかりとパス成功率も高いのが今回いいところですね。はい、ではですね、後半どうしよっかな、今週ですね、結構サブに今まで入れてない選手を入れてるんですけど、ベン・エデルとケイン変えてみましょうか。ケイン今日調子悪いので変えて、オネクル左サイドハーフで起用してみるか。ちょっとね、オネクル CF で使いたいんですけど、オネクルここで使ってみたいなと思います。さあこっから引っ掛け FC がどう動いてくるかだよね。中国版ミッキーこと引っ掛け FC がどう動いてくるのか、よろしくお願いいたします。なんかチャロフ入れてきそうな気がするんだよね。さあこちらはベン・エデルを入れて、さあ相手を見ながら、見ながらプレイするの結構大変よ、喋りながら相手の交代を見ながらプレイしてるからね。オッケー、頼む、危ない危ない、ね、さあ今日このクリア、さあチャロフ入ってきたね。さあハーランド勝って勝って、勝てない、まあまあまあ勝てなっちゃうですからね。オッケー、さあここから長友さん、味方に当てていく、味方に当てていく、そしてピケが、ピケがここに張ってるぞ、張ってるぞ、いや失敗、落ち着いて、ここカット、ここに来る、よし読んでいる、完璧。さあ読んでたところから、ベンエデル落ち着いて、クロース、はい、ピケからベンエデル、よしゴレツカ、いいよゴレツカ、オッケー、はい、ベンエデル完璧、いや今の良かったね、今のは結構良かった。さあベンエデルいいね、ディマリアと同じパフォーマンスなんだ、いやこれ良くない。こっから、さあゴレツカからベンエデルに折り返してからのベンエデル、さあ流し込むような、その前が良かったよね。オッケー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 、これはでかいぞ、絶対取るぞ、ここ、こっちに、こっちと見せかけて、こっち、このフェイントが効く、ほらほら来た、このフェイントなのよ、僕このフェイントだけを鍛え続けて15年選手だから。いやー、これ間に合わなかった、この後がめちゃめちゃ体は張ってたけど、やばいな、この縦パス通されていく、ただここにヒメネスがスライディング、 OK、 いい、さあアモーレ、アモーレスライ、いや無理だ、いやいや綺麗に決められたね今ね、やばい、また不穏な空気が流れてる、あてかめっちゃかっこいい、あコンサドーレ札幌のアウェイユニじゃん、これもしかしてさ、僕がこの前の動画でかっこいいって言ったから設定してくれてるのかな、今気づいたけど、めっちゃかっこいいじゃん今気づいた、あそういうことだったのね、いろいろと今点と点がつながった感じがしてめちゃめちゃ嬉しいわ、やばい待って、でもね嬉しいとか言ってられない、これ追いつかれる匂いプンプンしてんだよな、一番やっちゃいけないやつだこれ、一番やっちゃいけないやつだ、一番やっちゃいけないやつ、あぶねえ、ガッうわー、これなんだよな、一番やっちゃいけないやつなんだよ、分かってた、
分かってた、レイラが止めてくれたとこまでは完璧だった。ただやっちゃったなこれ。さて皆さん、僕が負けると思ってるだろ、ひっくり返してやるから見とけ。いきます、いきます、ヒカク FC、 ヒカク FC 行きます。さあビンエデルかわして、いやファールだよ、ファールだよ、そうだよね、ファール取って、ファール、ファール、オッケー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 、今のは許されない、到底許されるべき行為ではないと思う。今のは正直言ってトニートニーチョッパーもね、これは怒っちゃう、あの心優しいトニートニーチョッパーもこれは怒っちゃう。さあここからピケ見せてやれ、ピケ見せてやれ、見せて、うん、嘘、ピケ見せてやれ、ピケ見せてやれ、見せて、うん、嘘、嘘だろピケ、おい、そんな技ができたのかピケ、待って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 、なんだその守りのポーズ、おいおい、これがヒカク FC だよ、見てくれこれ、この俺のチンゴール、俺のチンゴール登場した、やばい、待って、シーズン終盤にピケ初ゴール、そしてこの初ゴールがこれよ、いやマジかマジか、これ、いや入ると思わんかったわ。さあ守備から、守備から立て直す、守備の比較ゲームズって呼ばれたんだから、いけ、オッケー、さあピケからクロス、一旦逆サイド、いいよ、もう一回逆サイ、いい、こういうサイドチェンジが落ち着いてできてるときは比較球種落ち着いてるときだから、ピケから、はい、キンテーロ、ハーランド、ベーデル、よーし来た来た、ベーデル決めきれ、よーし、オッケー、落ち着いている、来た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 、パフォーマンス飛ばしちゃったけど、オッケーオッケーオッケー、リプレイも間違えて飛ばしちゃったけど、いい流れが来た、完全に完全にあのねピケ大魔神のね得点からね流れが来てんだよな。いやもうピケ様様、ピケだよ、今日は、今日こそベストピケ、あの選考委員会コメントしてくれる人いつもいるけど、今日はさすがにあのシーンだと思う、さすがにあのシーンだと思う、オッケー、さあこれで終わりか、これで終わりか、終わりなのか、落ち着いて、最後まで最後まで守備雑にならない、さあ雑プレスしないこと、しないこと、頼む、しないで、頼む、しないで、あぶねえ、あぶねえ、まだ終わんないんだ、オッケー、終わりか、もう前に蹴り出そう、これはレイナ、祝報をあげろ、え、終わらない、まだ終わらない、嘘だろ、待って、ハーランドから、だったら攻めちゃうよ、だったら攻めちゃうよ、ハーランド、お、走れ走れ、さあスパルタだよ、走れ、おー、まさかの、まだある、まだある、いやもうこれだよ、コナミさん見てるね、プラス1なのに95分までやっちゃってるから、これが今のウイレアプリの闇です。ただここで決めろ、闇を存分に生かしていけ、生かしていけ、さあオネクル、いいところ見せよ、オネクル、いいところ見せよ、オネクル、いいところ見せよ、いいところ見せられず、さあまさかのねプラス1で97分までやる、これが今の企画ゲームズです、勝利していく、ありがとうございました、いやーこれは神回だったんじゃない、さすがに、これはさすがに神回だった気がする、ありがとうございました、いやいや楽しかったね、まあ今回もですねレート1100超えてましたし、はい、すごくうまい方でした、ありがとうございました、いやマジで神回だったなこれいやでもねやっぱね打ってみるもんだね、はい、マッチイベントハリーケインからのハーランド、ゴレツカからのベンエデル、そしてセルジロベルトからのピケで、ちゃんとセルジロベルトのアシストついてるからねこれね、でハーランドからのベンエデル、ありがとうございました、ベンエデルっていうか強えな、いや改めて使ったけどベンチャノフよりベンエデルの方が強いかもしれない、はい、で選手表から言うとこんな感じですね、まあ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 、しっかり勝ち切ることができたって感じですかね、はい、お相手さんはこんな感じですね、いやケイン強かったね、やっぱケインとハーラン、しかもあれなんだ、あの金玉のハーランドなんだね、お相手さんね、しっかりアップデート後のハーランドになってますね、あとね今週いなくなったベルナルデスキーと、あとは、ケパもいますね、なんかこれ見るとちょっと悲しくなってきました、まあもうあと35節本当にあと3節しかないんですけど、まあでもこういう試合ができたのはある意味面白かったかなと思っております、もう今2時50分ということで、はい、対戦してくださって本当にありがとうございました、まあこういったね白熱の試合を今後も見せていけるように頑張っていきますので、よかったらですね引き続きチャンネル登録高評価して応援していただけるとすごく嬉しいなと思っております、ではですね今回動画以上で終了していきたいなと思います、また次の動画でお会いしましょう、あと3試合バイバイ。